皆さんこんにちは、あいちんです。今日はですね、久しぶりにご飯を一緒に食べようの会かな、はい、ということで今日はめちゃめちゃ11月忙しくて、久しぶりにゆっくりご飯を食べれるということで、なんか家で食べることあんまりなかったんで、今日は久しぶりに Uber Eats を頼みました。あとね、1時間後ぐらいに出なきゃいけないので、ちょっとサクッとなんですけど、まずちょっと飲み物をね、お茶です。いただきます。うん、いや、なんか私の、そのやってる美容サロンで、みんなでファスティングをしようっていう、やつがあって、ファスティングをね、ちょうどしてたんですよ。ファスティング明けなので、今日はなんか、まずポテト。珍しくハンバーガー系です。そして、バーガー。なんか、チーズバーガーっていうお店、方の方がいいですね、はい、なんだこりゃ。なんかさ、あれがなくって、三脚がなくて、あ、これいいじゃん。バーガーとポテトです。早速いただきます。うわ、すごい、チーズバーガーだが、チーズバーガーばっかりだったんだけど、種類ダブルチーズバーガーにした、ハンバーガー2つ入ってる。うん、うわ、すごっ。うん、うん、うん、なんかパンの感じも好き、おいしい。レタスシャキシャキちゃんと入ってるし、おいしいです。嬉しい、なんかファスティングやられそう。こういうジャンクの食べたくなっちゃう。あんまりよくないと思うけど、うん、美味しい。で、その美容サロンでみんなでファスティングしようっていうので、ファンの人たちとグループラインを組んで、なんかお腹空いたねとか、頑張りましょうあとちょっととかやってる。励まし合いながらやってるんですけど、楽しいです。うん、グループ LINE だから、なんか LINE ほんと身近に感じて励まし合ってるうん、うん、うん、でもファスティングやるとなんかむくみとかもなくなるし、体調すごい良くなるから、結構普通におすすめです。宣伝とかではなく、うん、うん、いや、11月は結構毎年お誕生日があるので、割とバタバタさせていただくんですけど、今年もバースデーイベントやらせていただいて、動画は出てると思うんですけど、それのまあ準備もあったりとか、あとその美容サロン千葉店がオープンしたので、その準備もあって、すごいバッタバタでしたね。
で、サウナのさ、熱波師の資格も取ったのね。なんか熱波師のお仕事ね。淡路島に行ったりとか、なんか結構バタバタでしたね。充実してました。で、私はですね、最近会社をね、新しく作って、なんかもともと、もう7年ぐらい、一人でやってたんですけど、6年ぐらいか、去年から従業員とかも増えて、去年一昨年ぐらいから手伝ってくれるなんか秘書の人とか増えて、で、去年からアップユーの従業員の人とかも増えて、だんだん大きくちょっとずつですけどなっている会社がありまして、それとは別にもう一個、なんか今後ね、新しいこともやる始めたいなって思ってるし、いろいろ、コンカフェ始めたりとかもあったし、やることも増えてきたので、新しい会社、なんか突然取れなくなって不安。なんかさっきまでの、しかもなんかデータあるか微妙だし不安。今アップロード中になってたんだけど突然消えた。何？怖い。で、なんだっけ、もう忘れちゃったよ。あ、新しいこととかやるから会社を作ってみました。会社作るの大変ですかみたいな。会社作るの大変ですかとか、難しいですかって聞かれるんだけど、そんなことないで、なんか私は結構司法書士さんにお願いしちゃってます。お願いすれば結構作れる。でもね、作ってからが大変ですからね、世の中。なんかこうやってじみじみ引退してもね、何年ぐらい経つの、6、7年経つのに、こう、なんだろう、忙しくさせてもらってるっていうのは、すごいとんでもなくありがたいことだなと感じております。なんか携帯の調子が悪いです。勝手に止まる、いきなりビデオが。そうで、今の時代さ、表で活躍してる子ってすごい多いから、なんか難しいわけですよ、こういう職業でもね。こうなんか、そう、そのタレント業以外とかもなんかこうやらせていただいて、なんかありがたいですね。あと、なんか、もっと AV 女優のくせに、みたいなこと言われなくなった、最近。嬉しい。嬉しいと。やっぱやりがいはあったし、私は、女優をやってなかったら、こうやって、こういう仕事もできてなかったんで、もう全部繋がってるんで、後悔もないし、感謝しかないんですけど、やっぱりね、それで批判してくる人も、いたので、おいしい。でも、もともとあんまりそんなにめちゃめちゃ叩かれたりとか、
パンチが痛いとか炎上するタイプではないので、うん、なんか それに対してすごい気にしたことがあるかって言われたらないないかも、うん、あんまり本当に人のことは、うん、なんかあんまり気にしないから、うん、あんまり気にしないのかな、なんか一瞬気になるんだけどすぐ忘れちゃうまあでもそれは生まれ持った性格ですね、きっと。うん、このポテト美味しい、すごいしなしな、うん、嬉しい、ポテトなんて超久々、あ、どうした、うん、美味しい。だ結構今ね、女優さんになりたい職業だったりする人もいるからね、うん、私は、うん、すごいなんだろう、やってる時は辛いこともあるし、まあ大変だけどやりがいを結構感じていたし、なんか何よりね、温かい人が、うん、なんか妖怪の人ってやっぱ狭い妖怪だから、なんかみんなが助けてくれる、うん、みんなが支えてくれる。まあそうじゃない、うん、事務所だったりとかそうじゃないところも結構あるかもしれないけど、まあ私の所属していたマインズはそうですね、いまだに支えてくれるし、え、これ何のメリットもないじゃんっていうこともなんかやってくれるし、うん、まあその分自分が頑張らなきゃいけないんだけど、うん、そうですね、例えばなんかすごいお世話になった監督とか、まあプロデューサーとかそういう人たちも、なんかお店オープンするからとか、お誕生日だから来てみたいなこと言ったりするとちゃんと来てくれるし、なんか新しくね、事業をする時とかも協力してくれるし、結構なんだろうな、うん、ありがたいですね。あとなんかその情に熱いというか、いい人が多いです。お腹いっぱいごちそうさまです。なんかさ、結構さ動画がすごい止まっちゃったりとかして、なんか腑に落ちない動画になっちゃいましたけど、最近は私の話と、まあこの仕事はなんかこの仕事に対しての私の思いを話してみました。ということでね、今有名になりたい子とかもいっぱいいるからね、でもやっぱチャンスはみんなにあると思うから、うん、頑張ってほしいですし、アイプロジェクトもね、なんか途中になっちゃったんですけど、コロナとかってなんですけども、コロナもね落ち着いてきたんで、なんかいずれやりたいなって
思います。ということで皆さん今日はご飯にお付き合いありがとうございます。またサブちゃん撮ります。バイバーイ。